giving reasons in each of the following listen to what hashimoto-san the woman says and select the option that best reflects the nuance of what hashimoto-san is saying a is an explanation of her circumstance b as an explicit reason for something c as a circumstance that she feels should be obvious to the other person タクシーで行くの高いんじゃないいいでしょ急いでるんだから。例2。あのー、明日僕と一緒に英語見に行かないあ、すみません。明日はちょっと忙しいんです。3。今日はしないよ。この宿題は明日までだって先生が言ったんだから。わかってるよ。4。 ゆいちゃん、まだ起きないのそう。ゆいちゃんっていつも遅くまで寝ないからね。5。これ、来週までにできますかはい、大丈夫です。吉田さんと村田さんと3人でしますから。6。これ、ダメですよね。いや、もう治ったんですよ、それは。どうぞ使ってみてください。7。 ごめん、また傘忘れた。そう、イチローくんはいつも忘れるんだから。8あれ山下さんは今日は来るって言ってましたよね。あはい、朝来て、もう帰ったんですけど。9何してるの早く、時間ないんだからえそうなの ごめん、知らなかった。十。行かないのうん。今日はいいってゆいちゃんが言ってたから。十一。わかるよね。うん,うん。それより、全然聞こえないよ。どうなってるの、うん